アルダン川は、ロシアシベリア東部を流れる川である。レナ川の右支流で、長さは 2273km、流域面積は72万9000平方 km ある。レナ川の支流の中では、ビルイ川に次2番目に長くレナ川の水量の30%以上を集める。アルダン川は、スタノボイ山脈の北斜面に発する。水源の北東には、 南ヤクート丹田の中心地となる、サハ共和国有数の炭鉱都市ネリュングリがある。アルダン高地の西側を北西へ流れ、アルダン及びトン元の町を流れた後南東へ向きを、かゆるやかに北西方面へカーブし、薄地マヤでマヤ川を合わせる。ウチュル川からマヤ川の間は、山と山の間が開けて、広い中石平野になっており、川は蛇行、分流して、 多くの三日月湖が周囲に残っている。マヤ川合流後は北へ向きを変え、エリリカンを流れ、ハンドゥイガでアムガ川を合わせる。ここからは北西へ向きを変え、バタマイ付近でレナ川に合流する。航行可能な長さは、レナ川合流点から 1600km に及び、最上流の港トンモドはチョウザメなどアルダン川の豊富な水産資源を搬出する主要港になっている。 川は5月から6月にかけて氷が溶け、雪解け水で水面は7メートルから10メートル上昇する。また8月と9月は洪水も起こる。10月末には川は凍結し、年の7ヶ月は氷に覆われる。主な支流は、左支流は、アムガ川、右支流は、宇宙川、マヤ川などで長さ10キロメートル以上の支流は275本ある。 アルダン川沿岸の平野には川が残した5万以上の湖が点在する。アムガ川はアルダン川の西に並行して同様のカーブを描きながら流れる。ウチュル川とマヤ川は東のオホーツク海沿いのジグジュル山脈から流れており、かつては東シベリアのレナ川流域からオホーツク海へと抜ける経路であり、 太平洋を探検する軍人や商人がこの川を使ってオホーツクの港へと向かった。流域は永久凍土地帯で浅い位置に岩盤がある。岩盤は水晶を多く含み、金、石炭などの鉱物資源が豊富で、カンブリア紀の化石も多数発見されている。また流域では大規模な水力発電用ダム計画もある。ありがとうございます。